いろいろないわゆるそのモンブランシリーズといいますか出ていると思うんですが、はいはい、ああいった商品はどこから生まれてくるんですか、はい、社長のアアイデアとかがやっぱり、まあ、あの私ももちろん一部ありますけれどもあのやはり社員とかそれから、まあ、社員っていうのかなあの開発をです、ね、担当している社員の、まあ、アイデアもありますしそれからやっぱりトレンドっていうんですかね今の時代を表す、はい、あの材料 ですね原料、はい、材料この辺も一つはあのー、ありますね、えー、我々を取り囲む囲むその材料の供給先でありますそんなところからこういうあの素材がありますとか、うんえー、こういう材料を使ってなんかできませんかとか、うん、そういうのも一つのまあ、うん、アイディアの一つとしてですね我々も受け止めて、えー、じゃあ やってみようかなっていうふうな形であの使っていく商品もありますね。はい。あのいろいろ画期的なあの、はい、シリーズで出てるみたいで、はい、あのこの佐賀の地域じゃないと限定で買えないような、はい、ビターチョコだったりとか、あとグリーンモンブランっていう。はいはい、はい。そうですね。はい。あのグリーンモンブランはそれこそ今はですね。はい、あのそれこそあの。 復刻版っていうふうな形でもう随分昔に作ってるんですけれどもこれは僕らも随分苦労もしてなかなかですね私から言いますと完成の域にまだまだあのもうもっとあのもっといいものを作りたいなという気持ちがありますよ。ええ、いやグリーンモンブランってあのすごく単純にイメージした時に中があの抹茶味のアイスクリームなのかなと思ったんですが。 これなんかなんかマスカットの味にそうです、はい、やっぱりブドウが、はい、あの中に入ってるっていうふうなこともありますし、しかもコーティレーズンがレーズンで、はいはい、そうです。あ、そうきたかと思ってですね。聞、はいたとにすごいなと思いました、はいはい。マスカットです。はいはい。いやだからそれすごく画期的だなと思ってですね。はい。はい、そ,うそういう面白いアイデアってどこから出てくるんだろうなと思って、うん。うんそうですね。やっぱりあのまあこれはレーズンを使うわけなんで。 レーズンの業者さんからの話を聞いてみたりですねそれからそうですねやっぱりお菓子の手法っていうのかな、はい、あのそういうふうなものも若干お菓子屋さんだったらこんな商品がありますよっていうふうなところは僕らもこう耳に入ってくるんでそういっったものを参考にしながら、ね、作ってますねアイスクリームの世界だけで見ても、うんはい、それこそ国内のメーカー大手メーカーさんもそうですし。 あと海外の有名メーカーさんもそうですしああいったところたくさんライバルあるかと思うんですけどもその御社はそのどういう商品というかどういうターゲットでどういう商品っていうふうにそのイメージというかですねそうですね、あのーまあ、モンブランも当初からどちらかといえば子供向け。 子どもたちが喜ぶものっていうことでスタートしていって、はいえー、それこそ今の時代少子化っていうふうな点ではですね、はい、じゃあ,あのその頃の子どもたちがもうそれこそ40何何何歳まで、はい、<laughs> なってくれてるわけなんで、はい、あのそういう意味ではです、ね、あの幅が広くなって年齢がですね随分幅広く考えなくちゃいけなくなりましたしね。はい うん、最近ではあの、うん、大人っていうよりも男性ですね、はいはい、こういったものも、うん、あの食べられるっていうかな、うん、男性が好むような味っていうふうなものもきっとあるんじゃないかなっていうふうに思いましてその辺が今から先にこれから必要な我々としてはあの一つのヒントをですね何か見つけたいなと思ってますけれどもね。うんはい 絶対にこだわりがあって譲れないところがあの終わりだというのを伺っていてんかあのこの中で今の時期は世界遺産ゲームってやってらっしゃってかこういう,こう企画なんかは全部やっぱり社長がいうまあこれはねもうついもうあの結果的には私がやってきましたけれども、はい、まあそんなにその。 若いいい人がでできななわけじゃんすよただ最後のジャッジをするときによし面白そうだっていうなかなかなりづらいというか300ぐらいアイデアを出されて担当の方が300ぐらいアイデアを出されて一つも OK にならなかったっていう話を伺ってものすごい強いこだわりがそこに終わりなんだなとこれはもう何でしょう長年言ってた勘というかそういう勘なんですね。 まあ、あのお客様のことを考えながら最終的にはそんな判断をしていくわけなんですけれどもねうんやっぱりあの子どもの,の,、ね、あのあれが少子化というふうなことでね意識をね少し子どもばっかりじゃなくってあの女性とかお母さんのあのに持てるような考え方も少ししないといけないかなっていうのはありますね。はあ 当たりくじをつけられたのも当時では結構画期的な,なんですよね,、うん、そうねあの一番最初はあのもう一本と交換とかね、えー、あのその手段があの最初はあの橋じゃなかったんですよね。えー